ちょろいぜ甘いぜちょろ甘ですね。暑いぜ寒いぜあちゃ冷たいぜ。何ぶつくさ言ってるの。河口で暑いと言ったら騒ぐなと叱られたでの。根に持ってるんですか。熱しやすくて冷めにくいんじゃよ。こっちは好きにやっておるからほっといておくれ。かえって鬱陶しいわよ。だいたい暑くて寒いならあちゃ冷たいじゃなくて暑寒でしょ。それではわしのニュアンスは伝わらぬわ。というか問題はそこではない。寒冷化で外側はキンキンに冷えておるくせに内側は溶岩で熱々というのが気に食わぬ。そういう曖昧みーなものがわしは嫌いなんじゃ。ほう、じゃああれはどうだ。背豚の中に入ってるパイナップル。許さん。甘い卵焼きは弁当のおかずにならん。チョコレートかけレーズン、干しぶどうの存在そのものが許せぬ。仕方ない。それならピーチパイはどうだ。質問の前提がわからんわ。あんた自身のことは大嫌いじゃよ。ならあんた自身も曖昧なんだ。じゃからジジイをお主に食わせて地脈融点に叩き込ませるんじゃ。好きになれるといいわね。自分もふっ恥ずかしいことを言うな。四聖章を目覚めさせるために必要な魂あと一つ。ベルベット大丈夫。必ずメルキオルを食らって煮えは揃えるわ。そうじゃなくてベルベットの体のことだよ。テレサとオスカーの時は具合が悪くなって倒れたでしょ。ああ、シグレを食らって平気なのかってこと。それなら大丈夫よ。シグレの力はテレサ様たちよりもずっと強いんじゃないの。でもこの通りよ。具合悪そうに見える。強がってるように見える。ううん、きっと慣れたのよ。体も心も。慣れたんじゃなくて変わったんだと思う。ん？僕が心を持って変わったみたいにベルベットも旅を通して変わって強くなったんだよ。悲しいことも辛いこともまっすぐぶつかって乗り越えてきたから。そうなのかな。そうだよ。だから僕は、あとでキッシュ作ってあげる。プディングもつけてくれる。いいけど、あんた私に料理させるために褒めてくれたわけ。そんなんじゃ、あ、うん、バレちゃったね。本当に強くなったわね。さあ行くわよ、メルキオルを喰らいに。うん。メルキオルの本性がいまいちわからんな。一体どういうやつなんだか。一言で言うなら大魔師の影じゃよ。影か。うん。汚れなき心を持つ大魔師とて所詮は人間。そして救わんとする相手もまた人間。まっすぐな正義だけで世界を救えるはずもない。大魔師が汚れぬためにはその影を、汚れ仕事を担う影が必要なのじゃよ。なるほど、それがメルキオルか。清涼にいた頃は気づけませんでした。あの方が何をしていたのか。だがなんでメルキオルは汚れないんだ。世界を救う大魔師を支える、その信念と覚悟は純粋で迷いのないものじゃからな。そりゃもう煮ても焼いても砕けんガチガチの氷山のようにの。あんな氷の心にはとてもとても慣れなんだよ。あ、もしかしてマギルーは。そう、わしは時代の筆頭大魔師アルトリウスの影になるべくメルキオルに育てられたんじゃ。ところが目論見は大失敗。わしはその期待に応えることはできんかった。予定通りに言ってたらメルキオルじゃなくお前と戦ってたわけか。そうじゃなくてよかった。まあね、マギルーが精霊を動かしてたら全く出方が読めん恐るべき組織になっていただろうからな。それはそれで面白そうじゃがの。あの方は私の影でもあったんですね。ジジイに同情して戦いづらくなったかい。いえ、そんなことは。お主が気に病むことはない。影を消すのは
影の仕事じゃ。もっともわしは影になれず闇に落ちた魔女じゃがの。私たちは勝てるのでしょうか、あの特等大魔師メルキオル様に。ズバリ勝率は2割じゃな。2割?そこまで望み薄ですか。わしの術も今ある大魔師どもの術や技もほとんどあのジジイが伝え広めたものじゃ。わしが同時に3つの術を張ればジジイは6つの術を巡らせる。手の内は全て知られ、力の差は歴然。断りで考えれば2割でも甘いやもしれん。確かに。じゃがわしらにはベルベットや棒六郎がおる。感情をむき出しにして暴走するあやつらに計算は効かん。不確定すぎる要素じゃが、出目によっては勝率を跳ね上げてくれるじゃろうて。ですね。敵としてはこの上なく厄介ですし。と言ってもあくまで正面からぶつかった場合で、当然のごとく裏をかいてくるのがあのジジイじゃ。どう検討しても勝ち目は薄いな。アイゼンまで。冷静な分析は悪いものじゃない。その冷静さこそ逆境を覆すための大きな武器になるはずだ。何よりマギル、相手の手の内を知っているのはお前もだろ。そうか、そうですよね。まあの、じゃがあやつに弱点なぞ。冷静に見直してみろ。勝機は案外目の前に転がっているものだ。転がっておるか。ではせいぜい下を見て歩いてみるかの。四聖主は本来治水化風の自然を調和させ、世界の秩序を維持する存在だ。お前たちはそんな四聖主が眠りについた理由を考えたことがあるか。さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖主の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈りだが、人々が汚れ祈りを忘れたせいで戦士たちは眠りについてしまった。人と同じだ。カノ主が心を喰らうのも加護だっていうのか。第五の聖主カノ主は汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような強らかさをもたらし、四聖主を心を無に返す。でもそれでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノ主による精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまでたっても進化はない。故に我ら聖霊がカノ主の力を制御し、人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど、カノ主の制御のために作った術がカムイか。そしてカムイの構築にはジークフリートに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。光があれば影があるように、どんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ、人間の理想のための煮えだ。カムイ!させるか!違うぞアイゼン!
言うたじゃろう、正面からはコント。チッ、一撃とはいかんか。三のひねくれ者が誰に似た、マニラニか。わしはわし、悪の大魔法使い、ま、今じゃ伸びろ伸びろ、強欲転職。あと100歳若ければ。100歳？制約で寿命を伸ばしておるんじゃよ、何百年もの。それが断りだっていうの？不自然な欲望でしょう。ふん、わしも何千回も同じことを言ったわ。わしなら自然のままに滅びるとな。だが、あやつと来たら断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代筆頭クローディンの言葉か。奇弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。アバノ、今さら幻覚が通用すると。思ってはおらん。だが術を貯める時間は稼げた。火山を爆発させる気か。お前も死ぬぞ。最下の研修一味と相打ちなら上出来だ。それが断りだ。のっ、よくもクローディンの理想が。おじさんよ、まこと感情は厄介じゃの。やれベルベット。言われなくても、四世子ども、最下の剣士が叩き起こせ。なんだ今のは。目覚めたのだ、四聖主様が。我らはもはや何時らの道具ではない。何が起こったんだ。
助かったわ、マギル。メルキオルに隙を作ってくれなかったら終わってた。わしはわしの蹴りをつけただけじゃよ。じゃが、感謝するなら物でおくれ。前言撤回。花を傷つけない制約だったの。いいや、あのクソジジイは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっとの、それだけのことじゃ。心は自由にならないのね、特等対魔しても魔女でもの。生きるということはまっこと難儀じゃわ。四聖主は目覚めたのでしょうか。さてな。だがこれで起きない間抜けなら当てにしても無駄だ。その悪口聞かれたかもしれんぞ。カノヌシの領域が変化している。うん、四人とも起きたよ。カノヌシは地脈から押し出された。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志も解放されるじゃろう。大魔師どもの数は激減するはずじゃが。エレノア、お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも精霊も魔女も。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出たよ。聖主の御座の上だ。同志アルトリウスもそこにいる。けどカノヌシは四聖主の力をすごい勢いで押し返そうとしてる。四聖主が押し負けたら今度こそ打つ手なしじゃ。まったりしとる時間はなさそうじゃぞ。行くわよ、決着をつけに。うん。キララウス火山も爆発せず、別の異変も起こっていないようです。ひとまずは安心ですね。メルキオルの言葉はハッタリだったのか。真実をもって迫るのがあのジジイの誠実なる脅しの手口じゃよ。四聖主の復活によってこの大地は目覚めた。これまで幾万年もの年月をかけて変動していた大地はこれからの数百年で大きく変わるだろう。数百年。いずれは火山も噴火するだろうが先の話だ。人間からしてみれば長い期間だけど、大地の歴史から見たらあっという間なんだろうね。じゃがカノヌシは沈めの聖主。あやつを殺せば何が起きてもおかしくはないぞえ。ま、どうでもいいがの。よくないですよ。メルキオル強かったね。そうね、マギルーが隙を作ってくれなかったら勝負を番ごとひっくり返されてたわ。あの瞬間を逃さなかったお前も大したやつだ。あんた本当はとどめを刺したかったんじゃ。こだわるなら最初から一人で戦う。やつと戦う理由を持つ者が集まり戦った。好機が転がってきたのがお前の前だった。それだけのことだ。わかったわ。メルキオルが個人的な都合でアイフリードを陥れたならこれで肩はついた。だが奴は人の意志を踏み潰してでも汚れない世界を作ろうという断りのもとに動いていた。ならばアイフリードの真の仇は聖霊の掲げる断りそのものだ。アイゼンの仇討ちはまだ終わってないんだね。ああ、アルトリウスの首もカノヌシの首もお前たちがボケっとしていれば俺が刈り取る。自分でとどめを刺したいなら俺を出し抜いてでも首を取りに行け。ええ、そうさせてもらうわ。僕は全力で戦う、それだけだよ。ふん、それでいい。これは実に純粋な邪水なんじゃがの。腹に溜め込んでおった魂を出してすっきりしたかい。その聞き方がムカつくんだけど。ベルベットの言いたいことわかります。お通じのことを聞かれているようで不愉快ですよね。その詳細説明いらないから。あ、ごめんなさい。まったく、何をカリカリしておるんじゃ。わしはただ腹は減らぬかと聞いておるだけじゃって。
だったら最初からそう聞きなさいよ。どうなの？お腹減ってる？そうね。言われてみれば空腹を感じるけど、魂を打ち出したこととは関係ない気がするわ。じゃあ何なんだ？カノヌシの沈めの力が弱まったことで食欲も活性化してるんじゃないの？おお、確かに俺も急に腹が減ってきた。僕もお腹が鳴りそう。実は私も先ほどから美味しいものばかり思い出してしまって。そもそもマギルーがこんな話を始めたのは自分の腹が減っているからじゃないのか？いやいや、わしはちっともそんなことないぞ。そうか。なら船に戻ったらマギルーに見張りを任せてみんなで飯にしよう。ならキッシュとプディングを作るわ。私はペンギョントマトシチューを作ります。うわー、エルノア様の手料理楽しみです。早く船に戻ろう。まったく、飯ごときで盛り上がりよって、わしなど。わしは、スイートボルシチカレギア風が食べたいんじゃなら、後で桃を調達してきて。桃？カレギア風ボルシチには、デザートのピーチパイは欠かせないでしょ。